ヘンリー・ロスペローはアメリカ合衆国の実業家であり政治家。1992年の大統領選と1996年の大統領選に立候補したテキサス州出身。米海軍兵学校を卒業後海軍に4年間勤務した。2019年7月8日テキサス州ダラスで死去。89歳没。 EDS のオフィスに飾ってあるジョージ・ワシントンの肖像画とともに海軍隊移で退役後の1956年 IBM に入社する。5年間勤務の後 IT サービス企業のエレクトロニックデータシステムズ社を起業する。当初は営業面で苦戦したもののアメリカ政府からメディケア関係の業務委託を受注して急成長し1968年には株式上場した。 1984年に EDS はゼネラルモーターズに買収され、ペローも同社の経営陣に名を連ねるが、同社の官僚主義的な体質となじめずに退社。その後、スティーブ・ジョブスが創業したネクストに出資、また1988年には EDS と同じビジネス分野で新たにペローシステムズを創業した。なお、ペローシステムズは2009年に、 大手 PC メーカーのデルに買収された。ペロー自身はもともと共和党の政治家とのつながりが強かったが、ブッシュ大統領の政策は、おおむね不支持だった。その一方で、民主党も支持せず、1992年2月20日のラリーキングライブで大統領選への出馬を宣言した。財政均衡と重規制反対、保護貿易を公約した。 オリシモブッシュが経済政策の失敗などから支持率が低迷し民主党の予備選挙でも最有力のビル・クリントンアー・カンソー州知事がスキャンダルから支持が伸びず他の有力候補も脱落していく中ペローの支持率が上昇した一時は世論調査でトップになるなど100年以上も続いていたに大政党制が終わりを迎えるか注目される選挙となったところが 全米50州での大統領候補登録が微妙になるとみて7月16日にペローは突然の大統領選挙戦からの不出馬を表明した。相前後して民主党の征服大統領候補にクリントンとアルゴアが決定、ペロー撤退で行き場を失った支持を引きつけることに成功した。その後も一部の支持者が中心となって大統領選挙の運動が続き、 すべての州での候補登録が完了する。それを見てペローは10月1日に大統領選への再出馬を宣言、ジェームズ・ストックデールを副大統領候補に選んだ、上で本選挙を戦うが、一般投票での得票は18.87%に、止まり、大統領選挙人は一人も獲得できなかった。しかし、この結果は、ブッシュ支持層を一定数取り込んだため、 クリントン当選の副次的要因となった。その後もペローは北米自由貿易協定への反対などを訴えるなどして、1995年にアメリカ合衆国改革党を結成。パット長党副大統領候補に選び大統領選を戦うが、得票率は8.5%と前回を下回った。2000年の大統領選では、パット部キャナンの擁立にこぎつけるが、 一部が離反して自然法則党のジョン・ハグリン支持にもあるなど分裂状態に。第3党の地位もラルフ・ネーダーを押したアメリカ緑の党に奪われた。それ以降はペローも政治的な活動を控えた。2019年7月9日テキサス州ダラスの自宅で89歳で死去。1979年のイラン革命では人質に取られた自社の社員を救うため、 特殊作戦の専門家アーサー・ D ・サイモンズ、退役陸軍大佐を雇い、無事救出に成功した。以前、大統領候補となる直前まで、孫正義率いるソフトバンクと提携関係にあった。ソフトバンク側は、ペローが大統領候補として立候補するにあたって、民間企業が政治色を帯びるのは、好ましくない、との考えから、超優和的に提携を解消する。 ありがとうございます。